こんにちは。おはようございます。前回は、なぜかキューブの中に閉じ込められてしまった、火花さんを連れ出したところでした。一度ターミナルへと帰還しましょう。そこで新しい技術、モール、をアンロックします。帰ってきました。びっくりマークが出ていますね。ビクターという新しいターミナルの場所が分かったようです。ここにあるような施設が別の場所にもあるということでしょうか。ともかく、モールを作らないとその場所には行けないそうなので、まずは技術ツリーで解禁しましょう。モールはコア7個で解禁できるんだね。7個か、ならもう置いてるし、解禁できるんじゃない?いえ、そういうわけじゃないんです。このコアは消費されるんです。つまり、解禁のために使ったコアは別の技術をアンロックするためには使えないのです。それじゃあ、また追加で7個のコアを設置する必要があるってこと?それ、将来的にとんでもない数のコアで埋め尽くされるんじゃ。ですね、洞窟全体がコアになっちゃうかも。コアの設置場所もちゃんと考えなきゃいけないな。お部屋のど真ん中じゃなくて、隅っこに置かなきゃ。こうして窓際部署というのが出来上がるのである。よし、これで7個だね。モールを解禁しましょう。解禁したものは作らなければ意味がないぞ。必要素材はいかがかな。機械部品10個、電気部品14個、銅線10個、普通に作れますね。人類の技術の集大成、異次元の虚空を通して地形を操作する。とんでもない道具だなこれ。この装置、どうやら地形操作ツールのようです。ツルハシとは違って、一気に広範囲の壁を破壊することができます。これで、ビクターへの道を作れってことなんだと思います。よし、それじゃあ、この工場とはお別れだね。出発する前に、今作ってあるアイテムは、全部持って行っておこう。もう帰ってこないかもしれませんしね。びっくりマークの方向に進んでいますが、ここで行き止まりですね。ここでモールの出番です。壁を壊しましょう。おーおー、すごい、大迫力だ。一気に 5×5 の範囲を破壊できるみたいですね。ただし、連続で使いすぎるとオーバーヒートしてしまうようです。使った後に少しだけクールダウンの時間を設けましょう。わかった。なお、壁を破壊すると石灰岩が手に入ります。石灰岩もそのうちクラフトの材料に使うみたいなので、これも集めたいですね。これでマイクラみたいに整地する整地中が出てくるのかな。全世界整地してみた、やる人がいるのでしょうか。壁を掘り進めている間は、火花さんが話しかけてくれます。これなら、一人ぼっちで工場を作ってるって感じはしないですね。寂しくないね。火花さんを人間の姿に戻してあげたいと思うけど、それは叶わないのかな。キューブの隣にあった死体が火花さんのものならば、人間に戻るのは無理でしょうね。なかなか道が開けませんね。このままターミナルまでずっと掘り進めるんじゃないだろうな。あ、川の流れが見えましたよ。よし、新たな洞窟につながったね。この川に沿っていけば、新しいターミナルにたどり着けそうです。と思ったけど、またすぐ壁にぶつかっちゃいました。また掘らなきゃ。やっと生産ターミナルが見えてきたぞ。前のよりかなり広い空間ですね。 I don't understand. A factory the size of a city is supposed to be here. It was right here. I know it was. Where is everybody?どうやら、本来であればここには巨大な工場があって、人がたくさんいたとのこと。でも、ターミナル以外、工場の見る影がないよ。ですね、もちろんですが人の姿も見つかりません。どうしてこんなことに?工場がなくなってから、随分と長い時間が経っているようにも思えます。火花さんがキューブに閉じ込められてからも、かなりの時間が経っていたのかも。ともかく、ここの生産ターミナルも修理しないといけないですね。次の段階の修理に必要なのは、鉄と銅のインゴットが500個ずつ。うわぁ、かなりの量だな。そしてこのチェストの中には、配電フロア250、階段100、コア配置システム1、どれも初めて見るものですね。こっちには物流関係の装置がたっぷり、うまうま。本格的な工場の建設が始まります。このフロアを建て直して、他のエリアにつながる糸口を見つけよう。まずは、この周辺に転がってる残骸のスキャンからですね。スキャンをしないと何も作れないのだ。ちょうどいいところに、初めて見る装置の残骸が転がってます。大きめの装置ですね。火花さんが喋り終わるまで、スキャンはやめておこう。本当によくおしゃべりしますね、この人は。おかげで飽きませんね。I'm pretty sure.
Now that you've got a core composer, all you need is a big enough power floor and a few crank generators to power it. After that, you'll be able to dump cores into it and never worry about placing them one at a time again. お話によると、コアコンポーザーは作ったコアを自動で設置してくれる装置みたい。数が多くなると、コアを自分で設置するのは大変になりそうですからね。それでは、スキャンを。この装置は組み立て機のようです。名前からして、クラフトを自動でやってくれる装置でしょうか。3個スキャンしないと解放できないけど、あと1個はどこだろう。ありました。タスクインバウンド、アセンブラー。Power with electricity to produce items in multiplied quantities. In other words, even though you can handcraft anything, assemblers will make two of them in the same time it takes your portable tool to make one. And we can build 1,000 assemblers, but nobody could ever build another you. つまり、手動で作るより倍の数を組み立て機で生産できるようです。例えばベルトコンベアは一度に5個できますが、組み立て機では同じ材料で10個できるみたいです。何それ、めっちゃくちゃ強いじゃん。作ろう作ろう、早く作ろう。待ってください、今はまだ作れないです。どうして?動画の尺が足りません。あ、はい。チュートリアルで指示されているように、コア配置システムというものを設置しようとしていますが、こちらは、配電フロアの上に設置する必要があります。配電フロアって、土台みたいな感じなのかな?そんな感じではありますが、配電フロアは電気を通す役割もあるので、電気で動く装置なんかは、すべてこの上に設置する必要がありそうです。それを踏まえて、ちょっと高いところに土台を形成してみました。サティスファクトリーで、低いところに土台を作ったら後々困った経験からです。まあ、こっちのゲームは地形破壊ができるので、いざという時は整地すればいいんですが。次回は、ここに本格的な工場を作っていきましょう。それではそんなところで、今回はここまでです。よかったら、いいねくださいではでは、See you!